よう信長様、次の戦はまだかよ。腕がなまっちまうぜ。いつまでたってもお前の口の利き方は変わらんな。いっそ昔のように呼び捨てにしたらどうだ。俺は一向に構わんぞ。そうはいかねえよ。お前は主君で俺は家臣だ。大人としてけじめはつけねえとな。普通主君にお前とは言わんがな。そこが難しいところだよな。権六殿に怒られて信長様にはしてみたが、俺としては幼馴染としての関係も大事にしてんだよ。さすがにあんたじゃ他人行儀だろの。普通主君にあんたとも言わんがな。権六殿、久々に稽古をつけてくれねえか。どう望むところよ。槍の又座と手合わせできるなんざありがたいね。いや、手合わせしてくれとは言ってねえんだが、鬼柴田殿が相手じゃ無事じゃ済まねえからな。謙遜するなって。お前の槍が今の織田家を大きくしたと言っても過言じゃない。え？いや、それは過言か。過言だっての。信長様が上に立ち皆で支えてきた。それで今の織田家があるんじゃねえか。少しは大人になったようだな。ならば今宵は大人の付き合いを楽しむとするか。好きだね。ま、付き合うぜ。ちょうどうまい酒が手に入ったとこなんだ。利家殿、頼みがある。槍の極意をご教授願えねえか。ああ、忠勝、お前は十分強えじゃねえか。俺に何か教わる必要なんかねえだろう。いやいやいや、槍の又座といや、この辺じゃ知らぬもんがいねえほどの猛者だろ。そんな猛者に極意を教わったとなりゃ、俺の槍にも箔がつくってもんだ。しかし極意ね。ま、戦場じゃ派手に暴れて目立つようにしてんな。あ、下手に目立っちゃ狙われるだろう。敵が群がってくりゃこっちから行く手間が省けるだろう。他の味方はその隙に動けるし、一石二鳥ってやつだな。そりゃいいや。俺も心がけてみっかな。でも槍の極意とは違えような。